軽いんだね。彼女の友達で連絡先知ってる子いないの？そういう会ったことないな。先生ってミステリー作家なのになんか鈍いよね。いなくなった人ってどうやって探すんですか？突然辞めたいと申されまして、それから連絡もないんですよ。何かトラブルでもあったんですか？何も聞いてなかったんですか？大変なんですね。もしもし、でも危害を加えるって言ってんだから警察行っときます。彼女が偽物なんじゃないの？俺世の中わかんないわ。別に関心がないわけじゃないよ。じゃあ彼女について知ってることって何ですか？好きな食べ物とか。何が好きなの？パン。広すぎない？